おはようございます。さあというわけで今回私2回目のパチコン参戦でございますが、なんと一人じゃございません。そうこの方、俺やでー、俺やでー、パチコン、どうするパチコン。さあそして今回実践するホールでございますけども、東京都新宿区マルファン新宿東宝ビュー店さん、まあ有名店ですね。いやー日本一じゃないですか、有名店で言うと、はい、あのゴジラで有名な、はい、で本日今から抽選なんですけども、はい、まだ抽選は行っておりません。動画でやろうかなと。やりましょう。抽選人数が約3000人。もういっていいっすか。じゃあ行きましょう、はい、頼む頼むよ。そうか、ゼロが出たらまだ可能性出るんですね。そうそうそう、行きます。シュン、終わりです。ダーン、終了。絶の棒、ちょっと待って、もう11、ドロベドロベドロベ、いくいく、はい。やべえ、まあでも入場してからですね。そうですね、でもただまあこれだけね、いっぱいの方が楽しみにしてるってことは、それだけ期待ができるんじゃないかと、はい、いう表れじゃないですか。そうですね、プラスに考えて、はい、で余談でございますけども、本日セブンコンパスで抽選を行いましたが、抽選参加人数全国1位です。ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。はい、はい、さあというわけで毎月21日、はい、収録していきますので、で今回はバチコンでございますが、次回以降なんかで、ね、オリジナル動画作ってピッシャーも楽しくやっていきたいなと思っております。はい、今日の展開次第ではないかもしれない。そうですね、もうパンパン無理だ、ね、無理だ、これは立ち回れねえってなったらもうおじゃんですね。はい、そういう感じでやっていきたいと思います、はい、というわけでこの後実践ですよ。いや、ありがとうございます。エスカレーターは上がりましょう。上がったところで待ち。さあ、ヒゲさんはどこだ。あ、来た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 、ピッチャー、鉄発動。さあ、どうしましょう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よし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 。さあ、ピッチャー到着いたしました。こちら、はい、沖原、沖原、これ行きましょう。朝一行ってた作戦これっすか。そう、え、初打ちっすけど。いや、面白いんだよ。あ、そうなんすか。あと、あの有力関連系の台だから、はい、あの朝一割とちょっとしたとあの、まあ、メリットがあるプラス、あの一での満杯報告もあるから、お、動けない時にもいいっていう。とりあえず朝一リセットだけちょっと打ちましょうよ。そうですね、はい、さあそれではピッチャー行きましょう。はい、行きましょう。あのね、1台目沖花島はね、10台あって、はい、11台か、もう半分ぐらい当たってます。当てましょう。とりあえず何ゲームまでというのはあるんですか。333がまず333引き戻し、まあ、100まで99まで。はい、そしたら初打ち。あ、通知も初打ちです、はい、だって導入されてます。ね、まだ全国導入されてなくて、はい、先行ですね。なぜある一部エリア一部店舗のみ先行で入りました。僕はもう非現地に打たせてみました。1回打ったんですけど、あとピッシャー、はいはいはい、ベル全部カウントしてください。ベル全部カウント、全ベルでいいです。左から押した全ベル、はいはい、共通ベルに LA 設定されるんで。分かりました。まあ、ピッシャーなんかね、この見た目ですから、はい、めちゃくちゃ内容というかシステム簡単です。はい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 、これ連チャンするときは32か99が天井だから、はい、まあ、99以内に天井で光るから、天国はね、はい、で99まで朝一それもあるから回そうよと、はい、しかも99以内天国じゃないときもあるんだけど、はい、当たったら全部ビッグだから、おい、99以内に当たってレギュラーだったらプレミアだから、おお、光っちゃうから特殊なゾーン行って、おお、それよ、そんだけめちゃめちゃ簡単ですね。そう、シンプル、99までとりあえず回せ。そうそう、そんだけでいい。朝一ミッションそれですね。そうそうそう、とりあえずリセット、有力感が切れてる場合は、うん、99まで回す。そうそうそう、それ絶対鉄。お、絶の鉄。バチコンもとうとう2人で実践するようになったですね。いや、そうよ、これいいですね。カズノリ多勢に無勢、行きましょう。この辺でもう66とかでパーンを光るってことはないんですか。全然あります、マイゲーム抽選なんで。ああ、そうなんですね。へえ、天国だったらその、まあ、マイ ABC ってあって、はい、こうちゃんほどその当選率も高くなってるから、はあ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 、で A だったら99まで行くこともある、はあ、
BC はそうはまんないけどね、はいはいはい、だからまあいや、おきどきだと思えばいいよ、えい天国、ドキドキ、超ドキみたいな、はい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 、一番上のあの超ドキみたいなのがあるんだけど、この頂上ランプついてな、はいはい、そうすると90パループぐらい、はぁ、マジっすか、感想いきますよ、いくいく、で何より面白いのは、有力艦ランプが消えた後だから、で6はすぐ分かります、別格仕様だ、6はあのモードの概念がほぼないと思ってください、え、どのモードでも当たる、こっちだ、左から右でした、左から右、デフォです、デフォルト、右からのやつはもう無視していいです、一応なんかその上位モードほど出やすいだけで、はい、上から下が出た時が、引き戻しモードが上から下、はいはい、で下から上が通常 BC、A 否定ね、B 以上が確定します、で通常 B 以上に行ったら設定位置でも出率 100% 超えます、おわ、あそうだ、プレッシャー、ヘイ、今日あのお邪魔したのがマルハン新宿東方ビル店、はい、初めてでございますけども、はいはい、入場の時にさ、壁一面に新店長就任ってポスターとして、ありました、ありました、これが割と名物店長らしくて、ああその SNS 界隈では有名な、あそういうことですね、はい、なんか松原店長っていうらしいよ、松原、うん、なんかすごい、なんかいろいろ、松原ってあっちの松原ですか、いやだからなんかその日にまつわった入れ方をするみたいな、はい、例えばこの子の誕生日、ああま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 あそういうことじゃない、あ、うん、でもなんとかの日とかそういうことじゃない、あれ今日何の日なんだろう、昨日が確か5月20日がガチ生の日という意味のわからない日でしたけどね、ガチ生の日って何の日と思いながら、日付だけでもないじゃん、その何かの記念日とか誕生日とかもちろんそうだし、はい、だから今日5月21日だから末尾21とか、いやそれが結構ひねくれてるらしいですよ、ヒデさん、出ちゃうのサイトに誕生日ポスターあるんですけど、うん、奇跡的です、なんすか、21日誰一人としていないです5月20日一人もいない、いや穴開いてますねすごいな、はいはい、なので話に戻しますけども、はい、まあ、何かしら法則性がね早めに見つけられると楽なんじゃねえかっていうんじゃない、やっぱり、はい、いやー惜しい、あのベルで発展したら実戦上外れてないです、はい、ふーは OK だと思います、いけます、かなり強かったと実戦上は326です、ドン、よし、やったぜ、あこれ疑似遊戯では止めれる、疑似遊戯で止めれます、お止めれる、6.1 なんで狙い狙います、3連狙ってください、3連ドン、止まれば別格です、どっち狙ってもいいですか、キーと、あ、赤通常っぽい、はぁ、惜しい、これ光ってるけど押していいんですか、押していいです、押してください、頑張ってこう、はい、この色がモードの下を行ってると、はあ。よしじゃあ、まあ、行きましょう、とりあえず当たるまで、で今 B 以上に上がった可能性があるんで、はい、B 以上に行けばもう出率として 100% 越しますよ、はいはい、で早くもう早いとこビッグ持ってきましょうねと、そうなんです、もうビッグ引かないと始まらないんだよ、あいや、ただレギュラーも実はちょっと一発逆転ってありまして、レギュラー時の一部でフリーズするんだよ、ああそうなんですね、はい、そうするとこの花盛りに行きます、花盛りは1次連ビッグ1次連の超高確率ストックゾーンです7ゲームあってさ、はい、平均4つたまるから、あ、はい、もうほぼマイゲーム、ほぼマイゲームだし、あの1ゲームで複数セットもあるっていう、そのまま完走まで、7ゲームで12個のせいで完走よそうか、でも4つは平均で取れるんですもんね、 それで複数セット持ってる可能性があると、そうめっちゃ強いですね、花盛り行くケーキ4つもあるからめっちゃ多い、めっちゃあんだよ、割と至る所のチャンスだったさ、はいはいはい、さっき言ったレギュラーの一部だろ、はい、
あの通常で当たり引いて光った時って疑似有利じゃん、はい、あれで中段チェリー止まることあるんだわ。へえ。でも狙ってなくてもギュインってくるから、はい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 、で中段チェリー止まった時の 40% で花盛り行く。わ、 60% で天国確定で。へえ。2つ目だろ、はい、まだあるんだよ。まだあるんですか。おう、99ゲーム以内は全部連チャンでビッグって言ったじゃん、はい、ここでレギュラー出てきゃあんだよ。ああ、そういうことですか。レギュラー出たら花盛り確定。うわ、違和感。はあ。でもう一個、はい、まだある。非有利か一回消え、有利か消えるだろ、はい、で1ゲームで絶対つくんだけど、はい、1ゲーム目で確定薬引く。そしたら花盛りなんですか。花盛り確定薬ってどれぐらいなんですか。4000分の1。うわ、じゃあ割と引ける、うん、へえ。今日も全国どこかで誰かが引いてるぐらいのレベルですね。あ、そういうことですね。ほっ、おお、まだめー。いや、65は。これは大丈夫だろ。さあ、ありがとうございます。テイラライどうぞ。さあ、一発目長かった。14本405。なんかあんま好きな数字じゃねえんだよな。405聞いてるか。編集長、あんま好きじゃない数字じゃねえぞこれ。一般の方。あ、やったぜ、やったぜ。よしよしよし、ありがとうございます。いやー、ナイスよ。ありがとうございます。池さん、池さん、はい、ちなみに今僕このビッグ感でいうと440溜まってるんですけど、これ当たるまで打った方がいいですか。あー、このね、その天井狙いっていう意味で言うと、はい、言われてるのだと300からもう打ってこうプラマイゼロぐらいになるって言われてる。はい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 、はい、だから333まで打うともうやめられなくなるっていう。ずるいだ。あ、無限ループ入るやつですか。やめさせたくない。あでって、あ、そういうことですね。さあ、終わりました。ビッシャー、はい、ここで注目していただきたい、はい、もう絶対のやつ、絶対のやつ、もちろんユニークか、はい、まあ、ついたタイミングで、あ、消えた、あ、消えた、これがスタート、これがスタート、あ、これがスタート、これでスタート、はい、ここからスタート。でさらにボタンを押してください、はい、頑張ってか。右偶数した、奇数偶数高設定枠までついたら6。うわお、6角ありますんで、いや、こっからが大事ですか。そうなんですよ、こっからレバーオン一発目でレバーオンでつくから。うわ、レバーオンでつくんだ、珍しいよね、はいはいはい。でここで確定役、ああ。引くと肌盛り、天国か天国チャンスなんで、いった。99ゲーム以内よ勝負は。ああ、そういうことも分かりました、うん、そこで大体何十分の1かのボーナスを引っ張ってこいと。引っ張ってこれりゃ、あの、晴れて天国に移行する可能性が高いですよ。ああ、いや、マジ大事じゃないですか。え、この99ゲームがめちゃめちゃ大事じゃないですか。いや、ただ1だとしても、これ有力感消えてからついたときね、接点工事を除き、はいはい、ついたときは、14% だか 16% だかぐらいで天国の売り上げもあります、はいはいはい、直天国で。では99天井、おお、来た、さあ11、じゃあピッチャー借りますよ。あざます。いや、師匠あざます。ジャッキーがビッグ確定です。僕はレギュラー出てきたらこっち、そしたらもうこっち、池さん、ナイスー、ナイスー、ありがとうございます。これが最高系のパターンで、はいはいはい、今ユリカ消えたばっかりじゃないですか、はい、ちゃんと完走できます、2400枚。あー、そういうことですね。うわ、また来た、ふぅ、来たよ、ふぅ、ふぅ、よっしゃー、181。わしも、くやっ、2人、ちくしょう。さあ、ラスト、ここ超大事だ。これで、はい、このランプ引きずるかどうかだよ。だいぶ違うから、こっちタイミング頼む、いくよ、はい、せーの、はい、よし、よしよしよし、こういうことはピッチャー楽しみ方、はいはい、分かった。え、引き継いだらもうハイチャンス、ほぼ天国です。うわー、として、うわー、それそれや。ただ天国ループ中も天国チャンスの振り分けがなんかありますよ、はいはい、天国へ設定差もありますし、はい、
落ちる時もあるんですけど、はい、基本はちゃんとループします。消えるまで、消えるまではね。で消えたらまた、で消えるでしょ、はいはい、99以内でビッグ引くでしょ、はい、でその一発目でこれがつくか消えるか、はいはいはい、国家勝負。今のがこれつけばもう、今あっちっちのパターンですね。箱じゃらじゃらタイムです。はい、まっさらに聞きます。はい、ありがとうございます。左、はい、さあ行きましょう。えい、頼ます。師匠、もういただいたんじゃないですか。これ大丈夫でしょ、せいらない。よし、はい、早い。4ゲームバチコイ、はい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 、ウィーク、はい、これで僕プラス。今これは今枠がビュ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 って上がりましたよ。それレバウンジのエースでしょ、はい、割と強い。おうおうおう、いろんなエースがこうやって複合することがあって、はいはいはい、カモン。うわうわ、これはこれはありがとうございます。ということは朝バス、しゃあ、ダブテン、ダブテンってことはそれビッグ確定です。よっしゃ、特殊殲滅はやったぜ。オッケー、お上手。93耐えた。投資が全部で18本。いいじゃないいいじゃない、はい、まくれる。バチコンしていきましょう。ここからです。で基本で初当たりはま切れるんですよね。切れます、切れます、切れます。しかも今もピッシャンが600回してるから、はい、残り有利が900しかないじゃん。はい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 、はい、でその間で99とか噛む時があるから、はい、まあ、なるべく残した状態で天国に入れたいわけですよ。一、はい、回消えてくれた方が安全。一、はい、回消えてくんないと悲劇が起きることがあるから。あ、そうなんですか。あるからみんな気をつけて。なんか裏返りそうだな。何のことか言えないけど、なんかありそうだな。悲劇が起きることがあるからだいぶ大人が声を上げて泣いちゃうからえ、また泣きました。泣いた号泣。あんまりないっすよ、大の大人が号泣すること。号泣して実戦終了したでも一番初めのゲーム性としては消えることからスタート。はいはい、ピックを引く、消す、己で当てる、天国入れる、完走するだから。そういうことでございます、ね、でそれを私終わって連チャンが終わって消えた時につなげられればどうなの、2400枚越しますよと。マジでやばいことなんですね。そうなんだ。から5000枚とか一撃で出てる台がバンバンあるわけで、何枚もあると。そう、乾燥と乾燥をつなげられちゃうからさ。え、マジで起きるじゃないですか。そうなんだ。でただ今までは非有力回ってからその初めの振り分けで天国行かなきゃダメだったじゃん、はい、当たるとこに行かなかった、はい、これ違うんだよ。チャンスボード行くから自力で当てろと。当てれたら続けさせてるからとめちゃめちゃ上から来ますね。当てろと、己で掴み取れと。はい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 、はい、さあ終わりました。ここ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 続け、セーフみたいな感じ。わかる。今まで有利感見てるとイライラしかしなかったけど、はいはい、楽しいんだよ。で切れてもチャンスがあるから、切れてもそうなの。そこからチャンスがまた1からになるだけだから。そうかそうかそうか。だから俺割とおすすめだろ。はい、私ビッグボーナスが終了しそうです。あー特殊、左と1と3しかなってないから。ほうほうほう、これはもう大丈夫です。いや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 、3ゲームイエーイ。しかも早いじゃん。もしかしたら上の方出るから最後。はい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 、さあ私終了です。ちょっと大事なんで見ましょう。大事、私3ゲームいきます。お願いします。どっちでもいいから、消えなかったら消えなかったらもうほぼ全部。そういうことですね。あー消えました。まあスタートスタート。じゃあスタートラインに私立ちました。まあほぼチャンスにいるんですね、8割ちょっとで。で右側、はい、なんでここで自力で持ってこいよと。そうですそうです、行ってきます。いやマジで引かれて頼むて。さあこれで私また終了です。有力感どうでしょうか。キャノン、ガモンがバチッと、バチッとよ。どういう、こういうことだから。師匠がバチッてるよ。大きい花はこういうことだから。はい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 、いやマジで楽しいな。
ただ俺推しがあかりちゃんなんだよな。ああそういう大チョイスができるわけか。そうなんですよ。例えばでもあかりちゃんコンビ全力とかあるってことですね。いやワンチャンあるんじゃないですか。さあ大枠フラッシュ、うわ光っちゃった。おお早っ。あらららららら9ゲーム。これが一角金いってみます。あー天国、ワンダフォー、ワンダフォーありがとうございます。ワンダフォー言われてますよ。はい引き継ぎました。話しながらもう普通に引き継ぎました。もう1000枚です。また隣230ビッグですよね。もうあれはなんかちょっとマジで6っぽいな。松8ほら俺松8ワンチャン怪しいと思うんだよね、はいはいはい、マジでノーマルタイプみたいに当たってますね。さあ当たりました32。これが浅い方の天井です。だからさよいしょ32。だからね話がついてきれちゃったけど、はいはい、今日5月21日じゃん、はい、多勢8よ。そういう考え方もできますよね。そうだね。ああ消えた。1139頑張ってか。1139でもビッチちゃんさ、はいはい、正直もう飽きないないでしょ。いやこれ結構やばいっすよ。ってます。後ろ歩き回ってる人の数が尋常じゃないからさ、はい、手の角マリですね。そうですね完璧に。これはじゃああれですか、角みですか。ですね略して罪ですね。早いなー積むの。これ結構罪加減半端ないっすよ。そう考えたらいい決戦点だと思うよ。はい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 。さあ来たよ。うわ48セラライ。よっしゃーよっしゃーよし、これ全部ビッグだから。よっしゃよっしゃ、つなげたつなげたつなげた。これ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 でここ次消えなきゃいいんだから。よし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 、つないでつないだぞ。でもう一回1200枚だ。それだけでも2400枚ですからね。余裕でプラスですよ。いやマジよ、ここよここよ、超大事な指で隠すよ。来い。メダルインつきました。いきますよ、せーの、はい、よっしゃー 50%。 おーよかった、打ち続けて。ナイスナイスナイス。しかも19だったらまだ引き戻しにいる可能性が相当高いから、ビッグの可能性全然あるよ。よっしゃよし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 、やったやったやった。97来ましたよ。98次ですよ。ここなんですよ。ここで引かんなかったら天国チャンスだったよってことです。33番になっちゃいますよ。せらない。おっしゃーいました。ビッシャン粘った。しゃーよし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 、うまいの、押しうまいの。まあ、ここまでハマったら下手なんだけど実は実は一旦小役足してみよう。95、45、1106、27分の1だもん。ゴリゴリの高設定だよ。はい大事よ。 でメダルインがついてた時がもう、はいはい、よーしやった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 。 OK 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 OK
連、2連で、しかも99ハマって消えた頑張ってこ、あ、両方ついた、構成でした。くそー、もう一回つなごう、もう一回つなごう、そう、そうやな、そうやな、2つ持ってきたんだけども、でっかいもんな、これでももったいない、これは下手くそ、これは下手くそ、ちょ、マジすいません、音声切れてた可能性大です。いやーマジか、ちょっとちょ申し訳ないですけども、切れてたらごめんなさい。ただまあ多分映像は残ってるんで、当たってユリック感引き継いでます。いた仕方なし、セルフ撮影の差が、いやせん、本当にこればっかしは申し訳ないです、うん、42セラン、よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、よし、はーよし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 、もう消えましたか、消えてまたつなぎましたよ、3ループ目、えぐいて、えぐいて、つないだつないだ、97、その98です、頼んます、流れでドン、いやー、痛い、やだ全然こんな胸ない、それはね、ひどいピス、知らない、もう1500枚だからね、ピスタチオチェック、チェック、え、そのリアクション、やりましたか、またやりましたか、いや、ヒゲさんやるな、やるな、よくやるな、なんか確定役チャンス、花盛りチャンスでしょ、花盛りチャンス、そっか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 、花盛りチャンスなわけですよ、マジでワンチャンあるっすよ、今日この流れ、傷がない、ないパターンあります、ないパターンあるっすね、これフリースレーだろ、当たらない、当たらない、当たらない、不発そら、そらそうですね、でも、もう今のだけでも楽しいな、そうだな、気持ちよくつながらんな、悔しい、ありがとうございます、カモン、うわこれでこうなるね、はいはいはい、で、キンガラがテンパってくれるとやばいと、一角出た、よし、よし、ラスト大事です、大事な大事な、もう本当に僕凝視してます、どうしましょう、隠さずもう腕組みでいきます、逃げずに、イエース、よっしゃ、よっしゃ、フッさん気づかないうちに超えてました、99 大事な大事な99、ここでね、やっちゃったね、パパね、もし、たまにちょっと お茶目なとこあるんで、うん、ピッチャーが今55でしょ、ちょっとお付き合いして100まで回そうかな、はい、これはちょっと、ちょっと98、98です、大丈夫です、大丈夫です、危ねえ、いや、マジで危ねえ、引くわ、いたんだけど、いや耐えたっすね、耐えたっすね、でもピッチャーそれ続けると、はい、マジで少ない枚数でユリッカ終わるだろそれ、そうっすね、1500しかないから大事に使ってる、いやだってさっきのこれ取り切って60枚しか増えてないですもんそういうことですよね、そうそうそう、だからそうか、そこの1対1も勝たなきゃ、そうそうそう、ちょっとしたら頑張っててもユリッカ切れるわけじゃないですか、うん、そうかそうかそうか、やっぱ32の振り分けと、あとはまあ天国自力で当てる、はい、C に上げてゴリゴリやっていくと、だから初めのやつさ俺続いたじゃん、はい、
あれもしかしたら B に上がったのかな、早かった、早かったし、やっぱさ天国A だとハマるじゃん、はい、そうか、 B にも早く持っていかなきゃいけないんですね。うわー、これ奥深いな、この台、うん、で A だと、まあ、俗に言う多分偶数で 66% ぐらい鳴らしてね、はい、で奇数で 75% ぐらいになると思うんだ、はいはいはい、でそのね天国 B で80スーパーみたいなさ、はい、で C で 90% とかなると思うんだ、はいはい、そこを目指してると思うんだ、みんながこの右についてるランプの女の子みんなカナちゃんを目指すから、はい、となると俺がどうするかだよな、あこのまま追うのか、でもワンちゃんもう一回追ってもそんなに痛手にはならない気がするんですけど、うん、ただその天国に行かずに終わってしまった場合、はい、200枚の回収プラス100枚消化してるから大した枚数が残らないっていうね、まあ、これで当てればいいんでしょ、はい、うん、うわー惜しい15はもうね右から、あ右から痛いでも出てんだよな、早い当たり、そしてユーリック感引き継いでお願いね、そうなの、頼むよ、まずそこをクリアしないと、あれダメだからね、考えることいっぱいあるでしょ、はい、楽しいんだよ、いやふけーこの台、よしじゃあ行きます、ユーリックはまず頼みます、はい、はい、頼む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 、よーし、センキュー、それ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 一番楽しいとここれっすね、でもそれでも確定じゃないから、あ、うん、あ、これはもう大丈夫、はい、カモン、よし、ピッチャーそれ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 これっすね、これっすね、早いやつ、それそれそれ、よしよしよし、やっちゃってるよ、やっちゃってる、ここよ、隠そう、ちょっとここ怖い、ここ隠す、はい、よし、はい、ダボダボ、お2発目のダボ、でけえ、ここつないだの、でけえ、これベルが落ちてきたな、不安になってくる人、不安になる、お隣の方不安の人ありけ、落ちてきたな、4ぐらいになってきた、 4ところ間ぐらい、あるでしょ、フーまで入ってるもんね、おめでとうございます、 ありがとうございます、うわしかも何今特殊だ、あすごい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 、ありがとうございます、ダボ、イエス、早いといいですね、やはり早いのが助かる、いきますせー、ラストです、はい、はいはい、頼む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 、うわー早いよ落とすの、859右、右が多いな、お本当に天国かもしんねえな、カモン16ゲーム、うわー惜しい、ほら楽しい、ほら楽しい、楽しいこれ、ほら楽しい、300、これはね面白いっすよ、あの言ってんじゃん、ヒゲチ嘘つかないから、みんなちょっと信じてほしいかもしれない、これね面白いっすよ、面白い、ほら俺会社でさみんなに言ったけど誰一人反応してくんねえからさ、え、なんで伝わらないんだろうと思って、これはちょっともしかしたらですよ、時代作ります、作るよね、あるよね、ワンチャン可能性、これは可能性を秘めてます、俺が無理やりヒゲ歌やるって言ったぐらいだからね、カモン26、これワンチャン天国マジない、かあうぜえ、あのさパーセントの時さ、はい、いいパーセントの時も音がするもんね、はい、ピュイーンとか、うわどうしたと、うわーしゃーよしゃい、あれこれぐるぐる絶対ビッグでしょ、ぐるぐるビッグですよ、はい、311絶対ビッグですよ、ギュイーングイーン、うわーしゃーナイスビッグ、よーしナイス打ってよかった、うわ60ゲーム、やったぜ、
やったじゃん。これは耐えましたよ。やりたちよ、やりたち。よし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 。金いいっすか。金いけ、金いけ。よっしゃー、やったぜー。やった、やった、やった、やった。いや、マジかマジか。よし、オッケー。60ゲームです。あ、音量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 、うん、よし、ちょっと声出ます、これは。よし、でもこれ映像じゃ伝わらないだろうな。まあ、置き時とかもそうっすもんね、うん、そりゃそうっすわ。本当に面白いのに、いや、ただ打ってみた人は分かる。分かるよね、これは分かります。はじめさ、あの中身言われたけど結構めんどくさいなと思うけど、はい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 、打っていけば結構簡単じゃん、はい、注目するポイントね、はいはい。32ゲームを境にさ、99まで全国あるのにだよ、はい、ゲーム性が変わるってすごくない。ほんとっす、ね、いや、そうなんですよね、うん、だって何個もクリアしなきゃいけないことあるっすけど、うん、クリアした時すごい速度、そう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 、達成感すごすぎて、そうそうな、だってビッグそのだけで寄っちゃって言うんだよ。ユリカ消えるだけだもん。いや、マジで今までにこれなかった、ロックコキでなかった感情が俺の中に芽生えたんだよ、ね、え、これ、これ6号機っすか。 6.1 号機、これ 6.1 なんすね。あとボーナスが疑似遊戯なんだけど、はい、自分で揃えられるってやっぱ大事だな。それはマジで大事、自動停止じゃなくて、はい、いや、ほんとっすよ、狙いに行けるっていう喜び、いける、いける、いや、マジで大事です。なんかさ、わざとここバーン狙って今みたいに滑らせるとか好きでさ、はい、ビューイーンですよね、21コマ滑り、そう、さあ、ここここここ、ここ大事、一発天国もね、はい、欲しいところだよね、はい、基本は消えるから、はい、見てやりましょう、しっかり基本は消えるから、ゆい、まあ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 、いいんだ、ここがスタートなんだ、はい、ここがスタート、ここからなんだ、立ちました、そう、立ちました、立ちました、で、ここで100回してダメならやめるっていうのでいいんだから、はい、ね、別にもうちょい打ちたかったらじゃあ、あの引き戻し見るでもいいんだから、はい、で333まで行っちゃってやめられなくなるでもいいんだから、当たりまで行く、いいんだから、行くまで打つ、そういう台でしょ、こういう、はい、こういう見た目って、これはおもろいぞ、面白いだろ、これ、あれ、え、これ白でしたっけ、白じゃない、え、え、なんかめっちゃ違和感、何音鳴った、いや、車掌なんで分かんないですよ、これ、ああ、白でしたっけ、あれなんだ、あ、天国しさとかなんですかね、もしかしたら、ああ、天国に、あ、ついたついた。白波激アツなのかもしれないです、ちょっとごめんなさい、音量が小さすぎて何が起こってたか分からなかった、とりあえず1ゲーム目です、でしかも、はい、天国です、イエーイ、ベルなんで、ベル明かりなんで、イエーイ、はい、はい、右だけ、ユリクはもちろん切れず、アザラライ、よっしゃ、あれ、来る来る、マリパ、いや、なんか左から、なんか今ちょっとおかしかった気がするけど、まあいいや、よし、普通ユーリカ消えたらゼロでベル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 ってやるじゃん、はい、そこからのチャンスの具合がちょうどいい、そこから天国だとちょっとわびさびなくてさ、この朝一リセットされなくなっちゃうじゃん、はい、これが言ってなかったけど、その朝一の設定変更時のね、ユーリカが消えた時の突入時、これはほぼその引き戻しからスタートするから、はい、だから普段のその天国チャンスか天国からスタートとは違うよ、だけど一応リセット時にもちょっと得点があるっていう、はいはいはい、ゲスさん、うん、1000枚超えました、うわー、ついに個人的にもプラスに持っていけたので、サウザンタッチも、これは勝ち確です、勝ち確です、どうも、僕も1000枚ありますんで、はい、バチコりました、はい、バチコりました、いや、指定で打ちは負けないっすわ、そうなんです、すいません、これはね、やらせてもらってます、いつもいつもそうです、ありがとうございます、はい、本日もこちらで、はい、お後がよろしいようで、はい、よし、ラスト、頼むよ、119、切れるな、まだ早い、切れちゃダメ、はい、よーい、左、よしよしよし、やらせてもらってますよ、ありがとうございます、まあ30杯っていうのもあるんですけど、結構盛りるな、そうなんだ、盛り盛り増える、あ、早っ早っ、え、早くない、 4ゲームです、以上点です、よし、この速さハマるよ、これハマるよ、
かもこれよ、レアです。頼む頼む。でも早くなんないね。でででででは67チョリソ、チョリソおっしゃー、大きいね、おっしゃ大きいね。しかも引き継いでないからね、すごく大きいね、必須の力。いややっちゃったね、直天国かもしれません。よし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 、ありがとうございます。よし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 、完璧な流れを見せる、繋がろう。うわ切れた。まあ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 、何枚ですか、ね、1289枚。でもだいぶ夢は見させていただいてます、はい、またダボ、結構ダブルいっぱい出るの、ダブルいっぱい出ます、まあ、こっから戻していきましょう、戻していこう、そういうことですから。さあ私ユーリッカ消えましたが、なんとかつなぎました。ここはつながってほしいよな、はい、ここ繋がったらもう今日大勝ちよ、ピッサー。いやマジで大勝ち、いやしかも私もですからね。そうですよ、これ2人とも繋がったら大罰コン。いや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 、大罰コン、大罰コン、大罰コン、行けよお前、大罰、行ってけ行ってけ、大罰です、大罰で、よーっしゃー、よっしゃー、おー、しかも両方繋がった。よしよしよし、なかったら抱き合いたい、抱き合いたい、わかる、中まである、おでこに中まであるよ、よし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 、さあラスト行きましょう。これは絶対もうオソロで、オソロでしましょう、指定がオソロでお願いします。よっしゃい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 、まだまだ、またダブルや、ここ32、よし、うわー強タチオ、ストロングタチオです、どうも、ストロング田中です、ストロング原人です、はい、あよかよし、早いのはいいね、いいよいいよ、71、惜しい、天国なんじゃないですか、ウェイ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 、これ逆に6がまんまいかないんですかね、じゃあ6 110% あるから、はい、5000枚ぐらいは出せると思う、あでまんまいはいかないと思う。でもこれがビッシャン、はい、よくできてるとこ1個ありまして、はい、さっき言ったこの花盛りあるでしょ、はい、トータル確率6が1万分で来て、3万何千分でしたから、え6が1万入るんですか、1万入る、え6が1万分の違いだから、これを1日に何回持ってかれるかって山が変わってくるって、すげえ、あそうなんですね、そうなんですよ、ここ設定差があって高設定の方が引きやすいんだ、そうなんですよ、レギュラーからのフリーズ発生率とか、あその辺がトータル的に、そうそう、だとレンチャン中の 0.07% だからそっちも行きやすいじゃん、はい、あトータルすると6はフリーズが出やすい、面白いでしょ、ダラダラじゃないんだ、自分の自力で変わる6なんだ、よし、はい、続きましたまだまだ出ましたよ、よし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 、ハハ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 ハ、ここは続いてくれるでしょう、僕も、はい、行きます、ラストです、大丈夫です、大丈夫でしょう、安心してみてください、はい、どうも、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、毎月お金打ちますいずれ絶対取れない時が来るんだろうね、今回1000番で取れてるんですかでもこれ大きい花打ち散らかしてもいいっす、いいよいいよいいよ、全然俺は付き合える、好きだからこのタイプ、もう来た、もう一個上まで行け、おーし、いけい、おーしゃい、よっしゃー、早いっすね、いけい、えい、よし、
ましょう。まだまだ消えない、まだ消えないよ。有利感切れてんのに12連になってんだよ。12連もともつきました、ね、ありがとうございます。確かに有利感切れてんのに12連ってもう何意味わかんないですよね。どういう意味なの、うん、あとミスちゃん、はい、大バチコンですよ今日結果もう負けはない、もうないですね、もう負けどころかの騒ぎになってきましたよ。もう2000枚ぐらいプラスいくんじゃないかいや一気に進んだ感すごいですね。進んだな。なんかさ、はい、木号機ってね、はい、そのどうしても勝つために積もらなきゃいけないっていうイメージ。ああそれはマジっすよ、うん、はい、おいおいおい、27、よし、28、もうバービタ止まりしないですか。ビタ止まりしたら最高よ。何枚今1700枚、右のデジタル、ああこれ1700枚、さらに俺から推しからのお願いがある、はい、2400枚超えてくれ。わかりました。俺その絵を見せるって言って見せれてないんだ。ああそういうことですね。これワンチャンありますよ。うわー、あっついた、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 ついちゃいました。しかもドライドライ、はい、いやいや切れてからまだそんな経ってないんですよ。そうなんですよ、切れてから、切れて一発目でいったかもしれないしな。あーやったぞこれ、もう薄いとこ、へい、あとちなみにあと2セット、はい、2セットで24超えます。さあ私もこれで、どうなるでしょうか、はい、お願いします。2000枚です。うわーついに、これはすごい、いいですね。ちょっと取らせてください。2000です。ドンピシャ、ピシャドン、パチスロ怪獣ピシャドンが出ました。ピシャドンが、怪獣現れましたよ。ギャオス、ギャオス、ギャオスしましたね。これギャオりましたね。そうですね。これワンチャン光らなくてもゼロ G 連する可能性あるんですか。いやそれは見たことないけど、自力で引けば、でもどうだろうね。さっきからベルで煽りはめっちゃ来てるんですけど、なかなかついてくれないです。自分の正体はまだ分かっていないという。あ左、頼む、押しの石を、よし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 、うわほら、ほあったわ、来た来た来た、あまた光りました。あこれ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  B 以上確定パターン、よし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 、オーケー、あと一発でいきますよ。いきますね。あの3つしかない天国 B 以上確定パターンの1つです。よし、レバーオンジの頂上ランプテント、次のあたり割と引っ張らなければ次のあたりでいくと思います。2400枚、はい、2204枚です。もうついてるんで切れることはないでしょうね。よし、さあ行きましょう。早い当たりキボンヌ B だから早い当たりできるんですよ、はい、しかも32点上のフレーが高いですから、はい、A だけ1対1だけで。さあそして私はここで99セイラライ、よし抜けましたということで、はい、私はここで撤退したいと思います。アタピスさん任せたよ。よっしゃー、ここです、ありがとうございます。行きました、行きましたよ。さあ6号機の壁をぶち壊します。よっしゃ、ヒゲさん、ミスちゃん来ましたよ、はい、超えてください、その向こうへ行ってください。いいですか、はい、新たな時代へ、時代来ました、はい、行きました、
超えてない。でもこれ知れましたね。超えて、超えて。でもですよ。超えてください。超えてください。はい、これいや、ちょっと待ってください。これ超えないシステムです。で、詳細の枚数はしっかりエンディングでレシート取って皆様にお届けしますんで、これが何枚まで伸びたのかエンディングにて発表したいと思います。はい、楽しみにしててね。せーの、バチコー。結果表、結果表、バチコン。これはやりきりましたね。いや、この汗よ、ピスタチオ田中の汗出る台だった。いやもう全てがすごかった。汗出る台だけど、もっとあの汗かくのがこのお店よ。はい、もうやばいっすよ。それは後ほど。はい、後ほど。まずは結果発表の、はい、私から行かせていただきたいと思います。はい。朝一に座った沖縄を打ちました。打ち切りました。投手の方が14本、644枚。回収が1421枚。 yes, 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 yes. なんとサバイがプラスの、はい、777枚。素晴らしい、素晴らしい。綺麗に終わりましたよ。ピシャっすね。ありがとうございます。はい、ピシャです。まあ、ただ僕は今日はただ教えるだけで楽しかったで終わりです。はい、はい、対する田中ですよ。そうです、問題なの。そうです、気になるのは皆さん気になってますよね。はい、はい、あれが何枚まで伸びたのか。わあ、一旦こちらをご覧ください。はい、よし。さあ1ゲームレーンいきましょう。もちろん切れてないですね。切れてない、よかった。はい、イエス、はい、ビッグボーナスいきましょう。よし、早い、久しぶりに早い。うわー、下段リップだ。おお、チューチュー。おい、今日初チューチューからのバーゾロイ。はい、あー、皆さんエンディングですね。これエンディングです。残りの枚数が出てます。これ246枚で2400枚、要は区間での2400枚到達しますよって言ったものだと思います。ああ、そういうことか。あ、もう区間完走しました。2400枚取りました。やったね、ビスちゃん。行くないですか、あれ。いや、完走みたいなのあんだな、あれ。はい、ありました、ありました、ね。結局何枚って獲得が残り220枚ぐらいから始まって、で、まあ、2400枚獲得して有利感切れてまたスタート。すごいね、一撃。あれ何枚なの。3500枚ぐらいです。嘘つかなかっただろ、行くんだよ。シャレならぬ、シャレになってならぬ。あれはあれさ、あのもう一個強いの重ねてたらさ、はい、もう一回重ねられてたよ、はい、5000枚も射的感ないじゃん。全通8000やれるでしょ。いや、もう簡単っす。ほら、言った通り。嘘つかん、ヒゲンジ。いや、あれはちょっとやってほしいです、僕は。でしょ、電飾花尾さんとヒゲさんに、はい、見たいっす、どうなるのか。もしくは3人で全然1万2000円やった。さあ、その動画実現するのか分かりませんが、楽しみにしていてください、はい。ピッチャーの結果が、はい、投資がですね、18本で、46枚貸しの828枚獲得した枚数が3531枚。とんでもない、とんでもパじゃない、とんでもバチコン。はい、でプラスの2703枚ということで、素晴らしい。大勝ちも大勝ち、大勝ち2人合わせてプラスの3000枚を超えてしまいました。また打ちたいですもん。でしょ、すぐ打ちたいです。そうなった、俺もそうなったもん。はい、はい、ピッシャンと最近打った台ね、好きになる台多いから。あ、パルサーも、パルサーも、そう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 、大きどきも、大きどきじゃねえや、大きい花も。ピッシャンとの番組増やしていきたいと思います。あざです。皆様の応援があれば増えるんじゃないですかね。実現しますんでお願いします。お願いします。はい、でですよ、そう、被るぐらいいや、もう早く言いたい、言いたい、言いたいっていう。俺らおまけになっちゃったからそう、一番バチコンしてたのがなんと、はい、お店です。そうなんですよ、とんでもない店内状況でした。最後打ち終わってから店内僕聞いて回って、はい、ピスと2人で、はい、別れてね。いつもだったらここから何々出ました、何々出ましたやるでしょ、はい、それじゃもう間に合いません。手が足らんす。そうなんです、尺30分かかります。というわけで、もう分かりやすくまとめてみました、こちらです。はい、
菊台確定形。いや前代形も何箇所あったか分かんないし、もうなんか塊3台から5台ぐらいの塊も何個あったか分かんないし、モンキーとかもなんかよく分かんないです。もう怖かったっすもん。えっていう。ちなみにそこに映ってなかったと思うけど、俺が打ってたの隣の置き穴から六角出たし意味わかんないよ。ジャクもやばいっす。いややばいやばいやばい。花もやばかった。うわやばいっすやばいっす。ほんとアクロスもやばいし、番長は一番やばい。やばいっす。いやいやバラエティーの方がやばかった。確かに。絆もやばいっす。絆2は円卓とその周り全部何。いやわからん。ザ祭りじゃないですか。でさ、普通だったらちょっとそのね、出てる出玉がついてる人にこう聞いてったりするんだけど、はいはいはい、念のためと思っていろんなとこ聞いて回ったら全然出玉ついてない。マサムネとかも出てるし、イニディの真ん中もゴールドトロフィー出てるんで、すごい。なんでと思って。あれピッシャー忘れてません、あの、はい、リゼロモでした、はい、もうね間に合わん。おべっか抜きで言っていい、はいはい、あの今年一好きな台を今年一状況の良かった店で打った。あですね。おう、とんでもなかった。いや僕 もう見た中でもうもうびないっす。ないよね、はい、とんでもない。だからデータまとめてどっか上がってるかもしれないから、ちょっと調べてみてほしいもんね、はい、今日の結果みたいな。途中だっていつもだったら向きになってこうまたまだないかな、まだないかなって探すじゃない、はい、もういいかなって言ったもん、それで。それが僕印象的で、ヒゲさんがもういいじゃない、もういいよピス、全部この辺が入ってる、はい、もういいっていいってって言うなったんで、そう、だいたいこの辺全部ですみたいな。次回も楽しみっす。そう、一番初めにさ、もう怪獣になりましょうなんて言ってたじゃん、はい、一番の怪獣がお店なんだから、とんでもねえ、はい、ただピスちゃん、はいはい、来月以降も27日毎月来ますから、はいはい、勝ち確です、勝ち確です、勝ち確。ありがとうございます、はい、どうも、はい、ありがとうございます。もう来月以降は今日で状況を把握しましたので、はい、この状況に見合った新企画を作って、はい、ミスタチオ田中と2人でやっていきたいと思います。いらっしゃい。さあというわけで新企画どんなことになるか分かりませんが、はい、皆様そちらの方も楽しみにしていてください。はい、はい、それでは、バチコンの方もこの後も続いていきますので、はい、違う方のバチコン楽しみにしてください。で今日のピスと俺みたいにこう何人かでやるパターンもたまにはフュージョンパターンあるかもしれませんので、いいですね、いいですね、はいはいはい、楽しみにしてるよ、はい、やそれではまた次お会いしましょう。さよなら、バチコン。